川口春奈さん主演の連続ドラマ、Hue, Nine, Border, TBSK、金曜午後10時の第2話が4月26日に放送される。写真特集、今回も沼すぎる。松下幸太らキュートな川口春奈、木南晴香、畑メイク場の場面カットも。全話は、幸太郎、松下幸平さんに誘われた七苗、川口さんは桜を一緒に見に行く。29歳になっても自分が何をしたいか、どうなりたいかもわからないという七苗に、幸太郎は、俺はわかるよ。歌を聴いてくれた。雨の時、傘を貸してくれた。一緒に桜を見てくれた。素敵な人だから、幸せになるよ、きっと、と伝える。一人で、好きな人もいないのに、と話す七苗に、幸太郎は、じゃあ、俺のこと、好きになっていいよ。俺もきっと君を好きになる、と告げた。第2話は、七苗はあの会話以来、幸太郎が気になっていた。記憶を失っている幸太郎に突然、記憶の断片が舞い降りる。その内容に動揺する幸太郎のために、身元を明らかにすべく七苗が動き出す。夫、国夫、山中壮さんに離婚を切り出されて受け入れられない6月、木南晴香さん。その職場に、痺れを切らした国夫が訪ねてくる。6月を心配する松島、井之脇海さんは、立花、兵藤勲海さんからプロポーズの返事をせかされて悩む8回。畑目育さんは占いの館で助言される。立花が結婚の挨拶に大化けを訪問。陽太、木戸大成さんが立ち会うことになり。脚本は金子ありささん。それぞれ39歳、29歳、19歳と大台直前の木南さん、川口さん、畑さんの3姉妹が、父の突然の失踪を機に一つ屋根の下に集結。ラブ、ライフ、リミットの 3L をテーマに、もやもやや焦りを抱え、幸せになりたいともがき進む姿を描く。